は？キャンプ？最近コロナで飲み会もできないだろ？歓迎会もしてないし、士気は下がってるし、一応キャンプでもして親睦を深めようと思ってな。俺はシンジ、26歳。営業職のサラリーマンだ。俺が巻き込まれた前代未聞の事件は、課長がキャンプをやろうと言い始めたところから始まった。デイキャンプでバーベキューですか？バーカ、泊まりだよ。デイキャンプじゃビール飲めないだろうが。泊まり？今月の3連休、そこで行こうぜ。みんな家族も連れてきていいぞ。人数多い方が楽しいしな。おい、シンジ。キャンプ場の手配と食材の買い出し、あとテントの調達、やっとけ。僕一人でですか？じゃ、よろしく。そしてキャンプ当日。よし、こっちの肉は焼けたぞ。おい、シンジ、野菜と肉、早く持ってこいよ。はい。目立つポジションをキープして、雑用丸投げとはいいご身分だ。ほんと自分をよく見せるのが上手い人だな。シンジさん、変わります。食べるものを持ってきたので、休んでください。ありがとう。さくらちゃん、こっちで焼くのを手伝ってもらえる？シンジはビールと子供用のジュース、追加で買ってこい。はいはい、わかりましたよ。そして、キャンプ用のテントを張ろうとしたとき、問題は起こった。あそこに張ろうぜ。水辺に近いから涼しいぞ。おいおい、嘘だろ。中洲はダメでしょ。雨で増水したらどうするんですか？流されちゃいますよ。ここら辺は地元だから俺の方が詳しいんだよ。女の子の前でいい格好したかった？残念でした。ゆりちゃんとさくらちゃんのテントはここね。課長の言うことには逆らえず、結局10名ほどが中洲へ寝ることになった。ところがだ。逃げろ！やばい！雨？深夜に雨が降り始めて、川はあっという間に増水。ギリギリ助かったものの。さくらが息してない！心臓止まってるかも！シンジ、救急車呼べ！とっくに電話しました。それより心臓マッサージしないと。先輩、管理棟から AED 持ってきてください。管理棟ってどこだよ？俺が知るわけないだろ。じゃあ、俺が行くんで、それまで心臓マッサージを。やったことねえし、できねえよ！この役立たず、どけ！必死の心臓マッサージと人工呼吸で、桜は復活し、救急車で病院に運ばれたものの、命に別状はなかった。一安心したと思ったら、課長が警官を連れて戻ってきた。この男です。この男がうちの社員に。事情を説明してもらえますか？シンジ、お前って作詞だよな。どさくさに紛れて桜ちゃんにチューしただろう。は？なんか強引にグイグイ来るからおかしいと思ったんだよ。よく考えたら心臓マッサージと人工呼吸なんて、堂々と胸触ってチューできる絶好の機会だもんな。しっかり動画も撮ったからな。信じられないことに、課長は非常事態の一部始終を動画に収めていた。動画は腰つべにアップするからな。ふざけるん。すみません。ちょっとその動画見せてもらえますか？どうぞどうぞ。こいつを逮捕してやってください。この男性は溺れた女性を救助してるだけですよね。え？この動画が何よりの証拠じゃないですか。そもそもあなたは、こんな大変なことが起きているのに、なんで動画なんか撮ってるんですか？必死に救助するために人工呼吸しているのを、キス呼ばわりするなんて、ふざけるのもいい加減にしてください。イエーイ！自分が撮影した動画が、
俺の潔白を証明する証拠となり、課長は部下たちの前で警官にこっぴどく叱られていた。その日の帰り道、課長は抜け殻状態で一言も喋れなかった。翌日、社内で噂が広がり、課長の株は大暴落。面倒見のいい頼れる課長というイメージから一転して、化けの皮が完全に剥がれてしまった。課長はしばらくの間体調不良で休んだ後、自主退職して会社を去っていった。後から知ったけど、課長は桜ちゃんのことが好きだったらしい。しかし、バーベキューの時は予期せぬ突然のアクシデントで、パニックになり何もできずにいたところ、俺に手柄を横取りされて怒り狂い、動画を撮影して警察を呼んだらしい。追い込まれた時に人間の本性って出るんだな。